おう、来たな。まずは一杯飲め。祝い酒だ。で、大神よ。おめえ、どうするつもりだ？カンナのことだ。どうだ、大神。そろそろ身を固めんか。カンナも、それを願っているだろう。そうか。なら仕方ねえな。こういうことは他人がとやかく言うことじゃねえからな。だがよ、今から言うことはじじいの独り言だ。聞き流してもいい。俺は結局結婚もしねえでこの年まで来ちまった。カズマに山崎、そしてあやめくん、仲間を失って残されるもんの悲しさを知っちまったからかな。結婚して家庭を、家族を持つことに思い切ることができなかった。でも違うんだよな。お前たちを見ていてそれが分かった。別れの悲しさより共に歩むことの安らぎ、喜びの方が大切なんだってな。悲しみは乗り越えられるが、手に入れ損なった安らぎは二度と戻っちゃ来ねえ。大神、今は平和のことだけを考えていてもいい。だがよ、おめえを慕ってくれる人の気持ちも分かってやれよ。見ろよ、大神。もう町は復興している。古いものはなくなり新しいものに変わっていく。人も同じことだ。俺は満足だよ。帝都のために戦ってたくさんの仲間も失ったが、おめえたちがいる。さくらが、エリカが、そして大神、おめえがいる。受け取れ、神道滅却はおめえが持っていろ。あいつらはおめえに任せる。おめえが総司令だ。ああ、頼んだぜ。大神、支配人って呼んでくれよ。ええ、ありがとうよ。中尉がどなたにプロポーズしたのか聞いていませんでしたわよね。そうだぜ。結局風呂の後米田支配人に連れてかれて、ドタバタしちゃったからちゃんと説明してもらえなかったもんね。で、中尉さん、本当は誰にプロポーズしたんですか？いいじゃないですか、織姫さん。大神さんも困っているようですし。それは危険な。さくらはんかて、ほんまは聞きたいんやろ？アイリス聞きたい！お兄ちゃん、誰にプロポーズしたの？どうするんだ、隊長。ここらではっきりさせた方がいいんじゃないのか？そうですね。いらぬ混乱を招く前に隊長から発表してください。そう、
もしそうなら隊長を軽蔑する。もうよい。貴公は誰との結婚を望んでいるのだ。教えてください、大神さん。別に減るもんでもないでしょ。仕方ねえな。一丁捕まえて白状させるか。隊長、一体誰にプロポーズしたんだよ。まったく、往生際の悪いやつだぜ。地球出撃してください。了解。